新潟青年国体対新潟経営大学の試合の笛を吹きました吉永です。その時の感想は、スピードが速く自分が思ってた以上にプレイヤーとレフリー僕が離されたっていうケースがあって、なかなかうまくレフリングができませんでした。で、その試合で僕が考えながらやったことは、常に選手のそばにいながらファールなどが起こった際すぐに対応できるように判定の距離を近くするということを考えながらやりました。で、あと普段僕がレフリングの際心がけていることは、選手となるべく会話を多くするということを心がけています。その理由は、選手と会話することによって、まあ、なんですかね、ファールのどういうファールがいけなかったのか、即座に対応できるようにということを心がけてやっています。